制度面の歩み寄りを行うことが重要との認識に至ったものであります。双方の制度を見直すことを基本とすることについて最終合意に至った。道が2026年4月に導入を目指す宿泊税は、宿泊料金に応じて一定額が徴収される段階的定額制です。鈴木知事は先行して宿泊税を定率制で導入する倶知安町について、道の宿泊税に相当する額を道に納める場合には免税にする方針を固め、道議会に説明しました。今朝倶知安町長と電話し合意したということです。倶知安町はこれまで事業者の負担が増えるなどとして定額制の導入に反発していました。